皆さんこんにちは。とあるアラフォー女子です。ゾンのしつけを始めて8ヶ月が過ぎました。ここで一度改めて我が家の愛犬ドンをご紹介し、ドンが我が家にやってきてから現在に至るまでの様子を振り返ってみたいと思います。どうしてしつけに取り組むことになったのか、そしてドンが凶暴的な態度を見せるようになった背景など、またこの8ヶ月のしつけの成果についても見ていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。これはですね、私がパグを買うと決めた頃に日記に書いていたものです。この頃からパグを買ったらドンと名付けようと決めていました。夫も私も犬を飼うならパグといつも言っていて、自分の暮らしにパグがいたらいいなぁといつも思っていました。ある日ひょんなことから本当にパグを飼おうということになり、ショップが配信するパグの動画を見てドンに決めたのでした。その時の動画がこちらです。夫の元気な子がいいらしいというですね、ふわっとした情報をもとに、極めて元気なというか、どちらかといえばやや激しめのドンを選んだのでした。正面から見たあの静止画はすごく顔が整っていて賢そうに見えたのを覚えています。しかしこの画像だけ見るとちょっとパグとは思えないですね。この顔はね、私たちはドンが我が家へやってくるのを今か今かと待ちわびて受け入れの準備をしました。もう寒くなる季節だったので、ダウンジャケットなんかも用意していました。そしていよいよご対面の日です。11月28日は娘の誕生日でしたので、娘には内緒で私一人でお迎えに行きました。これはペットショップのカウンターで初めてのご対面の時の写真です。本当に想像以上に小さくてふにゃふにゃで、あ、こんなにか弱いんだと思って、ちゃんと育てられるかなと命の重みをずっしり感じた瞬間でした。そして初めて抱っこして思ったのが、抜け毛が半端ない。ちょっと想定外でしたね。何にもパグについて調べてなかったので、こんなに毛が抜ける犬だったんだってちょっと引きました。まあそれはそうと家に帰ろうということで、カバンに入れて一緒に家へ帰りました。私はですね、なんか妙に緊張していて、なんか本当にいよいよ飼うんだっていうドキドキがすごかったんですけど、この子はそれに反して仰向けですっごくリラックスしていました。家に帰ってからももっと戸惑ったり、こうブルブル震えたりするのかなと思いきや、もうずっと前からこの家に住んでますみたいにノリノリでしたね。もう今のドン健在でしたね、この頃からね。とにかくトイレを教えたかったんですけど、全然勉強してなくて、教えたい割に全然何も知らなくて適当でした。娘は誕生日のサプライズにドンがやってきて興奮していました。息子も中学生の多感な時期でしたけども、とても可愛がっていました。私もですね、もう本当に可愛くて、可愛かったですね。とにかくね、ちっちゃくてこんなにふにゃふにゃで、仕事から帰るのもすっごく楽しみで、家に帰ればドンがいると思うとめちゃくちゃ嬉しかったですね。そしてドンはパグの赤ちゃんってこういう寝方なんですかね。すっごいね、仰向けで、今はこんな寝方しませんけど、よく仰向けで寝てましたね。この無防備な感じがたまりませんね。それから
最初はそういえばこんな家みたいなあったかいねぐらみたいなのを買ってあげたんですけど、最初はですね、布団に適応するのにすっごく時間がかかって、布団という布団はもう片っ端から噛みちぎってかきむしってぐちゃぐちゃにして、もうこのねぐらも寝たのは 1,2 回でもう速攻ぺっちゃんこにしてました。これが最初の冬です。早くからこのダウンジャケット準備しすぎてパッツパツで着れませんでした。結局裸で雪遊びをしました。庭駆け回ってました。それからお父さんと草原に走りに行ったり、ドンはすくすくと育ちました。ちょっとご飯のあげ方をミスしてというか、教科書通りにやってるつもりだったんですけども、気づいたら 8.3 キロになっていて、ちょっと太らせすぎていたということが受診時に分かっちゃいまして、ダイエットをしました。この肉に埋もれた顔がやばいですね。今と全然違います。この頃のドンは眠たいとおじいちゃんみたいな顔になっていました。振りを発揮しだして、だんだんこう問題行動が目につくようになってきた頃ですね。捕まえようとしてももう捕まえられないし、ハウスと言っても入らないし、この時はまだ攻撃性っていうのは全然なくて、ひたすら言うことを聞かない犬でした。とにかく言うことを聞かなくて、野放しにするとマーキングもまあすごかったし、まあ悪さばっかりするので、ついには私はおんぶ紐を買って抱っこやおんぶで過ごすこともありました。正しい対応では決してないんですけど、もうその時は調べるとかいうことは全くしなくて、こう自分で考えて対応してましたね。それからこの頃の私はドンの毛にかなり悩まされていまして、ボディースーツを作ろうということで段ボールでドンの模型を作りましたが、結局すごく難しくて、そのフィットするようなボディースーツなんてそう簡単には作れなくて、断念しておむつを作ることに変更しましたが、あれこれ作ってみたもののあんまりうまいこといかなくて、結局フェルトを腹に巻いてガムテープで留めるという謎の作品に終わりました。そしてこれね、お恥ずかしいんですけど、今思うとバカじゃないのって思うんですけど、マーキングがすごすぎてケージから出せない、出せないから四六時中吠えてるとご近所迷惑になるっていうことで、ついにはこんなものを買ってドンを入れて吠えないようになだめるというですね、こんな対応してました。でこの中にいても吠えるので、もうしまいには骨を縛りつけて噛ませるというね、もう涙ぐましい努力ですが、労力とお金の無駄っていうか、どんなためにもならないし誰のためにもなってないというね、今ならわかるけどこんな間違った対応をしちゃっていたんですね。これはコロコロ転がすうちにおやつが出てくるおもちゃなんですけど、吠えずにいい子にいてほしくて時間稼ぎにと思って買いました。だけどドンは速攻攻略してあっという間に食べられてしまって、当たり前ですが問題解決には至りませんでした。誇りをかぶっております。次第にエスカレートするドンの問題は、素人考えで対応するにはだんだんと無理が生じるようになってきました。まあそうしながらも毎日模索の日々ではありましたが、
愛くるしいドンに癒される時間もそれはそれでありましたし、私たちはたくさんの思い出を作っていきました。愛しのドンとの快適な生活を夢見た私は、犬のしつけについてネットから情報を集めるようになりました。ですがどこかつけ焼き場な感じがしていて、しっかりと一貫性を持って対応したいと思っていた矢先、あるトレーナーさんのオンライン講座に触れる機会がありました。そのトレーナーさんの愛あふれる強い信念を持った犬への接し方、考え方に激しく共感しました。言ってることに本当に筋が通っていて、方針が揺るぎないという印象を受けました。この人の言う通りにやってみようと、遅すぎるということはないし、この通りにやれば多くの犬の問題が解決するというですね、言葉に希望を感じました。そしてこの頃から私はドンとの暮らしを動画にまとめ YouTube で配信するということを思いついたんです。動画を遡っていただけると経過を追ってこれまでのしつけの様子がお分かりいただけるかと思います。それではここから配信してきたドンと私のこれまでの経過をギュッとまとめてお届けします。まずはドンのどんな点が問題なのかを簡単にご説明します。まず食への執着がかなり強いということ、これは散歩から帰りご飯をもらえると思い猛ダッシュするドンです。ご飯とあらば全てを投げ打って一心不乱に向かっていくんですね。そして困ったことにご飯を与えた私に対して威嚇します。ご飯をゲットしたら全員敵になるんです。それから足を噛む、これはドンとしては遊んでるつもりっぽいんですが本当に痛いし、歩いてる足に絡まって本当危険なのでやめてほしかったです。それから呼んでも来てくれない、これはスルーされている画像ですね。私の号令はほとんど無視ですね。これは問題ではありませんが、特徴として多くの時間を立位で過ごします。ゆったりまったりとする時間はとても少ないです。はい、そしてこれが一番の困りごと、おしっこしまくる、マーキングですよね。もうこれはね本当に解決したい問題です。それから食事中はモグラ叩きのようになる、これはご飯、人間がご飯を食べていたらドンはテーブルの周りをちょろ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 とご飯を狙って頭を出してくるという、そういうような状況のことですね。常に狙っているんですね。そしてこれがエスカレートし、テーブルの上にですね登るという、こんな暴挙に出ることも出てきたということです。そしてゴミを漁ります。特に好きなのがティッシュですね。あとは歯ごたえがいいもの、なんかガチャガチャしたものを奪って逃げていきます。私たちが追いかけると慌てて飲み込もうとするので、誤飲とか窒息のリスクがあってとても危険です。そして取り返そうとするとね、威嚇するようになってきたんですね。そしてドンの問題が徐々に笑えなくなってきたのがこの時期ですね。真剣に何とかしないとやばいと思ったのがこの事件でした。おしっこをしている途中で捕獲したら本気でうなり声を上げて牙を向けてきたのです。これはかなり、初めての時はかなりショックでした。で、何度かそれを繰り返すうちに、本当にマーキングを阻止しようとしたら危険だということを感じて、まず私が真っ先に取り組みたかったのがトイレトレーニングだったんです。実はこの時はしつけのしの字も始まっていないような状況で、触りだけちょっとやってた程度だったんですね。それにもかかわらず、正しい場所でおしっこをしてほしいというあまりに強い私の願いから思い立ち、トイレトレーニングに取り掛かりました。ケージを思い切って撤去してクレートにドンを入れて、3時間、そして
トイレでおしっこできたら褒める、遊ぶ、そしてまたクレートに入れるというようなですね、そんな訓練だったんですけども、これはもう明らかに取り組む時期を間違えていました。後で気づいたんですが、このトイレトレーニングっていうのは基礎訓練をしっかりみっちりやった後で取り組んでくださいねと、そういうようなものだったんですね。基礎訓練の中にはクレートトレーニングなどもあって、クレートに入るっていうことに対しても被害的な意識を持たずに入れるようになってから多分やるべきことだったんだと思うんです。まあ、その早とちりがですね、ドンのドンを振り回す形になってしまい、この母さんは突然何しだすんだ、僕はどうなっていくんだ、また何かされるかもしれないっていうですね、不安をかきたててしまった、もう信用できないって不信感を持たせてしまった出来事だったんじゃないかなと思います。まあ、大体そのしつけを始めた頃からですね、いつもしないことをしだしたり、いつもやっていたことをやめたりっていう、その生活習慣の変化やこうした無理なトイレトレーニングがドンをこうちょっとドンと私の関係を壊していくというか、まあそういう感じですね。とにかくこの日はですね、朝から張り切ってケージを撤去して、もう意を決して、もう私もね、繊細なドンにこれ大丈夫かなと思いながらも頑張るぞと自分で決意して、やめさせるんだ、マーキングをなんとかするんだ、トイレを覚えてもらうんだというね、思いで意を決して取り組んだもんですから、まあもう夜遅くまでかかって頑張ったんだけど、なんかグダグダに終わって、すっごく疲れたのに結局信頼を失っただけに終わってしまって、悲しかったですね。でもだけど、じゃあ今までのようにドンが天下を取っていて、ドンの本能のままに動き回って物を食べて、じゃあテーブルの上に乗って、でドンの好きなようにさせて、でそれを静かに見守っていていいのかって、それは言い訳がなくて、やっぱりそれでもやっぱりドンを振り回してしまって失敗しちゃったんだけども、やっぱりそれは基礎から一から初心に帰ってみっちりしつけをやるべきだというふうにみんなで話し合って、それで今は基礎訓練を頑張っているというところです。ただですね、一度失ってしまった信頼を取り戻すのはそう簡単なことではないんですね。やっぱりね、ドンはもう疑いの目で私を見ちゃってるので、ちょっとしたことにこうガルルって今も言いましたけども、なってましたけども、そんな風に反応するようになったんです。私だってわざともう振り回そうと思ってやったわけじゃないし、意地悪でやったことじゃなくて、なんとかしたい思い、お互いにストレスなく暮らしていきたい思いから一生懸命取り組んだ結果がこうなってしまって、悲しかったし情けなくて何とも言えない気持ちでしたけども、いやいや、軌道修正軌道修正というふうに思い直してですね、地道に頑張ることを誓ったわけです。ただ何かっていうと、うなり声を出したりこう威嚇したりするので、ちょっと恐怖心も芽生えたりして、でなんかこう可愛いんだけど触るとうなられるし、でもビクビクしてたら余計に多分良くないからっていう、その接し方には苦労しました。そうして関係修復を目指して、心新たにした私でしたが、またですね、さらなる難題が降りかかります。ドンが娘のパンツを奪ったので、それを取り返そうとして手を出したら噛まれたとか、そういう感じだったと思います。それがもうグッてこう
一瞬噛んだんじゃなくてグリグリグリって結構なんか憎しみを感じたので、もう本当に悲しかったですね、この時は。そしてこのようなことが3回続いて、3回噛まれたんですね。私以外は噛まれてないんですけど、私が3回噛まれました。それでもうわらをもすがる思いで、トレーナーさんの攻撃性を持った犬っていうところの講義を熱心に受けて、それでもうものすごく怖かったんですけど、このホールドスチューっていうやつをやってみました。もうね、もう怖すぎて震えました。でももう絶対できる、絶対できる、私たちは絶対平和な暮らしを取り戻すと強い気持ちで取り組みました。まあ、このホールドスチュールについては、まあこうやって沈められる日もあれば、もう沈められなくてあまりの興奮でハーハーしすぎて危険を感じるような、健康に危険を感じるような気もして、で結果的にはトレーナーさんに相談して、ホールドスチュールはちょっと得策じゃないでしょうということで一旦中断することになりましたが、まあその後やっぱりこの多少効果があったみたいで、いろいろなケアをする際の抵抗がすごく弱くなったのを感じました。まあ何かしら効果があったようですね、これに関してはね。でもそれ以来ホールドスチルをやってないですね。結局ホールドスチルも微妙で、どんどん凶暴性をなんとかする特効薬はないっていう風に思った時に、ちょっと絶望を感じたんですね。結局基礎訓練しかないんだよってなった時に、なんか途方に暮れる気がしたんですけども、まあ、そんな折にですね、いただいた視聴者さんからのコメントで、たくさん遊んでたくさん散歩に行くだけでも違うよとか、リーダーウォークを頑張ったら攻撃性が嘘のようになくなってよっていう、そういうコメントをいただいて本当に勇気が出ました。ああそういえば私はどんどん問題行動ばっかりに目がいて、喜ばせるっていうことを、基本的なことを忘れてたかもしれないなと反省もしたし、ちょっとの隙間時間を見つけてでも、忙しい時でもなんとか散歩と遊びと続けるようにしています。で今はどうかって言いますと、今は、完全には凶暴性はなくなってはいませんが、ドンがどうやったらうなったり威嚇したり噛もうとしたりするのかっていうのがもう分かったので、パターン化してきたので、その地雷を踏まないように、誘発因子を取り除くように関わっています。先日動物病院の先生に相談した時も、それでいいよっていう風に言ってくださったの で、その方法で、ドンの凶暴性を回避して、それで訓練を地道にやっていると、そういうような状況です。ご覧いただいているのが最近のドンです。リーダーウォークも完全ではありませんが、私に歩調を合わせることが少しずつできるようになってきたし、ご飯中にちょっと手を出しても、まあ、少しこう受け入れられるようになってきました。あとはこうして待てとかよしとかおいでの号令に従えるようになってきました。まあ、本当に全然完璧ではないんですが、ちょっとずつ我が家に秩序が生まれてきたような気配を感じます。攻撃性の問題もまだまだ解決してませんが、なんとか今後も頑張っていきます。今日は長々と、どんの生い立ちからお付き合いいただきましてありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。